拍手お願いします。ありがとうございます。はい、そうなの、ただ暑苦しいんじゃないの、こういうことをこういうことを考えていて暑苦しくなっちゃうの。で今からね、そう、人生の主人公として生きる10の物語っていうのがあったんですけど、今日から12になりましたんで、まあ元から10って言いながら11だったんですけど、もう今日から12にしようと思って12になりました。新版ということで今日リリースします。で、ちょっと、このね、ヒロの物語とかになぞらえてというか、皆さんが扱いやすいようにもう一回再整理をしたので、聞いてみるとですね、よくわかるんじゃないかなというふうに思います。で、こんな考え方が元にあります。で、迷路ってあるじゃないですか。で、迷路を解くというかね、こう迷路だとこう解きますよね。迷路を解く良いやり方の一つは、出口が分かってんだったら出口から逆走するっていうことですよね。子供の頃やりましたね。で、コーチングっていう問題パズルを解いていく、いいやり方の一つは出口から逆走していくっていうことです。で、実際にはまあプロセスは逆走できないんですけど、出口から逆算していくっていうことね。だからコーチングの出口が何なのかっていうことが分かれば、そこに向かって、あ、じゃあこんなことやってったらこの出口にたどり着けるなっていうことを考えることができるっていうことです。だから出口を知りましょうねっていうのが、もともとこのコーチング10の物語っていうのを作り始めた発端というか経緯になります。で、コーチングの中で起こるといいことは何かというと、端的に言うと今からご紹介する12個の物語のうちの一つないしは複数がクライアントさんの中で実感を持って、確かにそうだなと納得されるっていうことが起こるのがコーチングのゴールだっていうことです。で、これらのことが起これば、昨日のね、小鉢の本じゃありませんけど、職場を幸せにするメガネですか、その要はメガネが掛け替わるということなので、これらのことが起こればその人の人生は自動的に切り替わっていきます。なので、結局これらの12個のうちのどれかがその人の必要に応じて、その人の現状で必要とされているもの、もしくはその人の未来に必要とされているものに応じて、これらのうちのどれかが納得されていったら、その人の人生は変わっていくっていうのがコーチングっていうゲームのルールなんだっていうことです。だからそれが起こればいいんだと単純に思ってみてください。はい、さあ1個目です。これは私たちがいつでもできることだから、私たちはこのことを忘れないでいたいっていうことね。クライアントさんにこういう考え方を持ってもらいたいとか、こういう信念を持ってもらいたい、こういう感覚を持ってもらいたい、これは確かだと思ってもらいたい、そのことの一つ目は何かって言ったら、私を人生の主人公として扱ってくれる人がここにいるっていうことです。で、これは別にこういうふうに言葉で納得されなくてもいいです。だけど、あ、すごい私のことを本当に特別な存在として、そして何かをやれる存在として、そして今まで十分頑張ってきた存在として、私のことをとにかく認める。私が認めようが認めなかろうが、この人は私のことを認めている。そう見ているっていう人がいるんだという体験を作ってあげることは絶対にできます。で、これができれば、もうこれだけでコーチングだと言ってもいいようなものです。だから我々はそれを忘れないんです。このクラスの最初のワークもそうでした。離れたところからクライアントのことを見て、クライアントのタイムラインを想像するわけです。誰もが最初は赤ちゃんでした。何にもできませんでした。そこからもちろん教わったことはあるけど、全部教わった人なんか誰もいないんです。自分で学んで、自分でチャレンジして、山ほどの失敗を超えて今ここにいる。ほとんどの人は絶望的な苦しみとか悲しみとかっていうことも体験してきました。そしてほとんどの人は自分なりに何かを工夫して達成するということもしてきました。そして我々の前に来る人は全員生きています。生きているっていうのはここまで生き延びてきた、サバイブしてきたっていうことです。本当に困難な状況の中でです、遭難して本当に困難な状況の中で、その人がどれだけですよ、何もできなかった、望んでるような人生を送ることができなかった、自分の時間を大切に使えなかった、自分の未来のために使えなかった、大切な誰かのために使えなかったとして、誰がその人のことを責めるかっていうことです。よく生き延びてきたねじゃないですか、すごいよ、で、これからまた人生だってやり直せるんだからってやろうよですよ。同じことなんです。
だからどんな人であったとしても、どんな生き方しててもその人がサバイブしてきたっていうことには何も変わりはないし、その人がサバイブしてきたという一点でその人の人生は素晴らしいんです。誰もそれを否定することはできないということです。あ、そうか、こんなふうに私のことを見てくれている人がいるんだという体験は絶対に私たちは作ることができるから、そのことを忘れたくないんです。もしかしたら私たちが小器用になっていくと、コーチングはうまくいく可能性とか、そこそこの結論に収まることが増えてくるかもしれない。で、どっかででも、あれ、なんか最近うまくいかないなとか、このクライアントとうまくいかないなということが出てきたら思い出してください。ほとんどの場合、私たちはここで引っかかってます。相手のことを本当に信じて主人公として扱えてない時に、クライアントがちゃんとそれを教えてくれます。コーチングの神様というのがいて、我々にコーチングを教えてくれるとしたら、コーチングの神様は誰の姿形を持って出てくるかといったら、クライアントです。それもうまくいかないクライアントの姿形でコーチングの神様は出てくることがいっぱいあると思います。その時に教えてもらってください。我々は一番の物語を積極的に作ってるかどうかっていうことです。本当にこれを実感してもらえるような関わりをしていたら、そういう形では神様は出てこないっていうことです。ぜひ教えてもらってください。2つ目です。残念なことになんですけど、本当に私は自分なりによくやってきた、本当によくやってきたって思えてない人がいっぱいいます。で、人から受け入れられることっていうのも大切ですけど、究極大切なのは自分で自分を受け入れることです。だってほとんどの時間人間は一人ですから、ほとんどの時間人間は一人で自分でチャレンジしなくちゃいけない、もしくは自分のことは切り離すことができない、だから自分にダメ出ししている自分がいたらずっと苦しいんです。そういう状態で人間が本当にですよ、何か自分のコーリングを受け入れて、そして境界線を誰かのために越え、そして何か試練に立ち向かいながらチャレンジし続け、そしてどんどん大きな試練が出てくる、それをクリアして何かを手に入れて戻ってきて分かち合うなんていうことができるかといったら、やっぱり難しいじゃないですか。だからなんです。私たちは彼らのことを徹底して主人公として扱うけれども、彼ら自身が本当に自分がよくやってきたなと思えることを支援したいっていうことです。だからクライアントさんと会った時に、クライアントさんを見て、この人は自分自身が本当によくやってきたっていうことをどれだけ知ってるんだろうかっていう観点でクライアントさんのことを見てあげてほしいんです。で、10点満点よくやってきたって思ってなくてもいいです。でも何か本人が未来に向かってとか動いていったり、試練に立ち向かい続けられるぐらいですよ、その人の心のコップにちゃんと水が溜まってるか、自分は頑張ってきたと思える水が溜まってるかということをチェックして、もしそれが足りないなと思ったら、ぜひその人がどれだけ頑張ってるかということを体験させてあげてほしいんです。で、それはあなたがどれだけ頑張ってるか相手に伝えてあげてもいいです。知ってることがあれば、もしくは過去これまでやってきたタイムラインを歩きながら、どれだけその人が頑張ってきたかっていう話を聞いてあげることだってそうです。そしてポジションチェンジをしてあげて、周りの人から見てその人がどれだけ頑張ってるように見えたか、周りの人から見てどれだけその人が助かってるか見るんでもいいです。自分の人生を俯瞰してみて、ああまあそうだね、これ他人事だとしたら相当頑張った人生だったよねっていうことを体験してもらうんでもいいです。で、それが全てのベースだっていうことなんです。長岡でこの間ですね、ワークショップやった時、一番最初にみんなに話してもらったことは何かって言ったら、自分がどれだけ大変なピンチを乗り越えてきたか、どれだけ大変な状況を乗り越えて頑張ってきたかっていうことです。で、私は経験上よく知ってます。そのことを本当に話し聞いてもらうということだけでも、人間がどれだけ癒されて、どれだけ自分に OK を出せるようになるかということです。ぜひ聞いてあげてください。その人の勇者としての歴史に興味を持ってあげてください。その人はまだ華々しい何か宝物は手に入れてないかもしれない、華々しい戦いには勝ってないかもしれない、でもその人なりにチャレンジしてるんだということです。で、そのことを本人に理解させてあげてください。それが我々の仕事だということです。で、コーチングが終わった瞬間に、その人が、ああ私本当によくやってきたなって心から思えてたら、これもコーチングの大成功だということです。もう一個いきましょうね。はい、
こういう考えがない人もいます。で、こういう考えこの人が持ってないなと思ったら、この人が3番みたいな考えを持つのを手伝ってあげてください。どういうことかっていうと、自分の人生を生きていいし、それで人の役にも立てるんだっていうことです。あなたの周りにいる人を思い浮かべてみてください。どれだけの人が自分の人生を本当に生きていいし、それで人の役に立てると思えてるでしょうか。自分の人生を生きること自体に NG を出している人もいます。それから自分の人生を生きようとすると、他の人に足を引っ張られたり、逆に自分が他の人を傷つけるんじゃないかという恐怖心にとらわれて、自分の人生を生きることを拒絶している人もいます。過去の失敗の体験から自分の人生なんか生きられないと決めちゃってる人もいます。もしくは親とか先生とか誰かに言われたことに影響を受けて、こういう考え方自体を否定している人たちもいます。その状態ではです、ヒーローズジャーニーが始まらないじゃないですかっていうことなんですよ。自分の人生は生きちゃダメ、自分らしくちゃダメ、そして人の役にも立てない、もしくはすごく苦労しないこと、辛いこと、大変なことじゃないと人の役に立てない。で、もしかしたらです、全く滅私奉公のですよ、自分の幸せなんか関係のないヒーローでも旅には出ることはできるかもしれない。でもそのヒーローがもたらすのは何ですか。誰かの役に立つには自分を犠牲にしないといけないっていう物語です。人の幸せは誰かの犠牲によってしか成り立たないっていうことです。で、私たちが作りたい物語はそうじゃないんですよ。だから我々はヒーロー本人が望んでること、そしてヒーロー本人が大切にしたいこと、でヒーロー本人ができるやり方でそれを実現することでみんなが幸せになるんだということを世の中に伝えていきたいんです。そうじゃなかったらですよ、みんなが我慢するか、誰かが我慢してみんなの幸せのために貢献するかしかなくなっちゃうんです。だから私たちはクライアントさんとこんなことの可能性について考えたいんです。自分の人生を生きてもいいし、人の役にも立てる、そんなやり方があるはずだっていうことに対して希望を持つっていうことをクライアントさんと一緒にやりたい。だから自分らしく生きて人の役にも立った人の話をたくさんあなたも収集してもらいたいし、それをクライアントさんに語ってあげてほしいし、そしてクライアントさんが自分らしく生きた瞬間でもちゃんと人の役にも立ててたっていうことを思い出させてあげてほしいし、クライアントさんの周りにいる人が自分らしく生きながら人の役に立ってたっていう瞬間のことを思い出させて体験させてあげてほしいんです。その体験の中から新しいメガネを作ってあげてほしい。そうか、やっぱり自分の人生生きていいんだ、自分らしく生きていいんだ、自分を大切にしていいんだ、それをやりながら人の役にも立てるんだ、そんなやり方があるんだっていう物語をクライアントさんに作ってあげてほしいっていうことです。ここが旅の準備なんですよ。勇者になるための準備なんです。あなたと出会って、そして自分のことを受け入れて、自分の未来にだって自分らしく人と協力し合いながら貢献できる未来があるはずだと思えるところからヒーローズジャーニーが始まるんです。このことがあった上で本当にやりたいことを見つけ、そこに向かっていいやり方を見つけ、勇気を持って進んでいくっていうことです。で、ですから、ああまだこの準備が足りないなと思う人には、あなたがしっかりと関わりながら2番3番の信念ビリーフを持てるようにしっかりと関わるということがコーチングのテーマになっていくっていうことです。隣の方と感想です。どうぞ。